皆さん、こんにちは。私は、本日の司会を務めさせていただきます。下関の EF65 です。先日、下関の EF65 には、とっても嬉しいニュースが入ってきました。今年のダイヤ改正で引退したトワイライトエクスプレスですが、山陽地区で新たに、特別なトワイライトエクスプレスとして復活しました。その華やかな列車の、主な牽引機が、この私、EF65 なんです。まあ、車両は豪華なんだが、この列車には名要素があるよな。というわけで、今回は、この特別なトワイライトエクスプレスの、名話をしようと思います。復活していきなり名話をされるなんて。トワイライトエクスプレスと、言うと、大阪、札幌間を走っていた人気の列車でしたね。かなり人気のあった列車でしたが、2016年に開業するらしい北海道新幹線や、北陸本線の一部が、第三セクターになったことなどによって、廃止されました。また、車両の老朽化にも原因があったとも言われています。まあ、国鉄広島ではまだまだ新車だけどね、わら。そんな、一度引退したこのトワイライトエクスプレスですが、人気が高かったこともあり、特別に山陽寺で復活しました。しかし、この特別なトワイライトはかなりの名列車なのです。では、何が、名、なのか見ていきましょう。まずは停車時間です。大阪から東海道本線、湖西線、北陸本線、東海道本線、山陽本線を走り姫路まで行きます。少々停車時間が長いような駅もあるけど、言うほど名列車ではないな。確かに、名列車ではなさそうだな。いえいえ、ここからが、名、なのです。特別なトワイライトエクスプレスは、姫路駅を17時53分に発車しますが、先に岡山駅に到着するのは、後続の普通電車なんです。しかも、その普通電車が岡山駅に到着してから、約1時間も経ってトワイライトが岡山駅に到着するんです。なんでこんなに遅いんだ。しかも、普通電車に飛ばされる例はこれだけではありません。この後、特別なトワイライトエクスプレスは、岡山駅を出発すると倉敷駅に止まります。この倉敷駅では快速電車と普通電車の2本に飛ばされます。すでに普通電車に2回も飛ばされるとか、わらわら。そして、この後福山駅に行きます。福山駅でも、また普通電車に飛ばされます。どれだけ飛ばされてるんだよ、わら。そして、瀬野駅で約3時間の長時間停車があります。とにかく鈍行より遅いな、わら。まあ、下り列車はまだまだ序の口です。上りのトワイライトエクスプレスは、岡山支社の区間を通過するのに、約10時間もかかります。なんだって。鈍行でも糸崎三井支館は3時間ちょっとで、通過できる区間だぞ。これが、特別なトワイライトの一番の、名、なのです。そういえば、福山駅で6時間も長時間停車していたよな。そうなんです。深夜の間、福山駅6番乗り場に約6時間も停車してます。しかも、停車するために普段そこで停泊している、113系を岡山まで改装させるのです。豪華列車のためとはいえ、老朽化したわしが岡山まで往復するのは辛い。まあ、豪華列車はお金持ちの乗る列車だからな。鈍行電車は道を譲らなきゃね。しょうがないことだな。また、この特別なトワイライトエクスプレスは、寝台列車ではなく団体列車です。乗車するためには、何十万円も払わなくては乗れません。だが、乗ってみたら長時間停車が多くて、鈍行より遅い、わら。まあ、ほぼクルーズトレインだから、移動手段として使わない方がいいな。でも、この車両はたった2年ほどで引退してしまいます。え？なんで？実は、前々から妙な噂を聞いていましたが、2017年には新型車両を導入するそうです。何？ですから、新車を導入するまでの間、トワイライトエクスプレスで働いていた客車を、臨時で使おうというわけなのです。ということは、この、特別な、
というのは、一時的に走らせているということなのか。おそらくそういうことになります。まあ、2017年に新しくデビューする、トワイライトも注目ですが、今走っている特別なトワイライトの記録も大事ですね。あと、トワイライトの客車もいいですが、EF65 も撮ってくださいね。おいおい、どさくさに紛れて目立とうとするなよ、わら。私だって目立ちたいんだから、わら。って、あれ？確か、君は数年前に解体されたんじゃなかったっけ？数年前に解体されたよ。うわぁ、お化けー。名車の115系は、永久不滅じゃ。というわけで、次回は有名な石G編成のお話をしようと思います。ご視聴ありがとうございました。